おはようございます。ビートルズ高校1年 B 組担任の小野リンダです。おはようでやんす。今日の授業のテーマはです。面白そうでやんす。最後にやけそんね。皆さんはアルバム「ザ・ビートルズ」のことをどう思いますか？ホワイトアルバムでやんすか？あっしは好きでやんす。私は変な曲が多いからあんまり好きじゃありません。田中くんはどうして好きなんですか？いろんなタイプの曲が入ってて聴いてて飽きないからでやんす。なるほど。ホワイトアルバムは発売当初人気はともかく評価はあまり高くはありませんでした。へえ。それはどうしてでやんすか？田中くんが言ったようにいろんなタイプの曲が入っているため統一性のない散漫なアルバムだと思われたからです。えっへん、あっしの言った通りでやんす。いちいち調子に乗らないでよ。でも近年人気も評価もかなり高まってきて今ではホワイトアルバムがビートルズの最高傑作で最も好きなアルバムだというファンも少なくありませんね。しかしホワイトアルバム制作時のメンバー関係はかなり悪く録音中には様々な事件が起こったと言われています。今日はそんなトラブルがあった曲を5曲紹介します。第5位。第5位は「The Continuing Story of Bungalow Bill」です。この曲にはビートルズで唯一の特別なことがあります。それは何でしょうか？なんでやんすかね？あ、陽子さんが歌ってます。正解です。なんだ、そんな単純な答えでやんすか。あっしは難しく考えすぎたでやんす。あははは。また負け惜しみっちゃって。負け惜しみじゃないでやんす。何よ。はいはい、静かにしてください。この曲は一部とはいえメンバー以外の人物がリードボーカルを担当したビートルズ唯一の曲です。陽子さんが歌っているパートはもともとポールが担当する予定でした。ポール自身もこの曲を気に入っていたのですが録音中にジョンが突然陽子さんにこのパートは君が歌ってくれと言い出しました。それを聞いたポールは憤慨しそのままスタジオから出て行ってしまったそうです。ですからポールはこの曲には参加していないという説もあります。ポールかわいそう。第4位。第4位はセクシーセリーです。ビートルズが超越瞑想を学ぶためインドに行った時に指導を受けたのがマハリシマーエシヨーギーでした。ある日マハリシが修行に同行していた女優のミア・ファローに手を出したという噂が流れそれを聞いたジョンはマハリシに裏切られたと感じてこの曲を書きました。当初はタイトルもマハリシで歌詞も直接的にマハリシを非難するものでしたがマハリシを信じるジョージの反対と説得により最終的にはタイトルと歌詞の内容を変えることになりました。その後その噂はマジック・アレックスという当時アップルに出入りしていたうさんくさい人物が流したただのデタラメだということが判明しました。そのままのタイトルで発表してたら大変な名誉毀損になってましたね。第3位。第3位はレボリューション9です。このアルバムのというよりビートルズにとっての最大の問題作ですね。この曲はジョンとヨーコさんにより制作されており一部ジョージの声が入っていますが他のメンバーは一切関与していません。この作品をアルバムに入れるかどうかでジョンとポールは相当揉めたそうです。本当になんでこんな曲を入れたのかしら。あっしは結構好きでやんす。こういう作品もおつでやんす。まあつぶっちゃっていけすかないったらあれしないわ。ところでこういう前衛作品はジョンの専売特許でポールは嫌っていると思っていませんか？違うでやんすか？嫌ってるから反対したんじゃ。実はアバンギャルドに興味を持ったのはジョンよりもポールの方が早くてそういう作品も盛んに作っていました。へえ、そうなんだ。そのためポールがこの曲のアルバム収録を反対したのは作品の出来に満足できなかったこと以外に自分がやろうとしていたことを先にジョンにやられてしまったからと考える人もいますね。第2位。第2位はオブラディオブラダです。他の動画でも何度か取り上げていますがとにかく何度撮り直してもポールが満足せず、永遠メンバーに演奏させた曲です。そして何度も撮り直した末に、一応完成したのがアンソロジーに収録されたバージョンですが、これにもポールは満足せず、後日撮り直したいと言い出しました。それはやばいでやんす。それを聞いたジョンは怒り狂ってスタジオを出て行きました。そして数時間後に戻ってきて、怒りに任せてピアノを叩きつけるように弾いたのを、ポールが気に入ってイントロに採用しました。ほんまにポールの完璧主義は、五臓六腑に染み渡るでやんす。他には、プロデューサーのジョージ・マーティンが、ポールのボーカルに対してちょっとしたアドバイスをしたら、ポールが激高し、だったらあんたがこっちに来て歌ってみろよ、と怒鳴りつけたという話もあります。そして、そんな険悪な雰囲気に耐えかねて、エンジニアのジェフ・エメリックがレコーディング中に、エンジニアを降りてしまいました。もうむちゃくちゃですね。よくそんな雰囲気で、あんな楽しげな曲ができたもんでやんす。第1位。そして、第1位は、ドキドキ。バックバック。バックインザ USSR です。この曲の録音中に、ポールがリンゴのドラムに満足せず、たびたび注文を繰り返したことからリンゴが激怒し、ついにはビートルズを一時脱退してしまいます。ほんまにポールの完璧主義は、五大陸に響き渡るでやんす。しかし、ビートルズはアルバム制作を中断せず、ポールのドラムで録音を継続しました。ちなみにアルバム2曲目の、ディア・プルーデンスのドラムも、ポールが演奏しています。リンゴが帰ってくるの、待たなかったんですか？スケジュールの都合があったのかもしれないし、ポールが自分でドラムを叩きたかったのかもしれません。それはさすがにないと思いたいでやんす。そして数日後、ビートルズに復帰したリンゴは、ポールのドラムを聴いて、うまい、と、称賛したそうです。まあ大人。ほんまにリンゴの器のでかさは、北半球を駆け巡るでやんす。というわけで、数々のトラブルの末、ビートルズ唯一の2枚組アルバム、ザ・ビートルズは完成しました。当初は、アドールズ・ハウスというタイトルの予定でしたが、類似タイトルのアルバムが他で発売されたため、セルフタイトルになりました。どうして、ザ・ビートルズってつけたのかな？一見、統一性もなく、メンバーがそれぞれ作った曲を寄せ集めたように見えるアルバムに、自らのバンド名を冠したのは、その頃の自分たちに対する自虐的なユーモアなのかな、なんて先生は勝手に想像しています。なるほどでやんす。私もそんな気がします。それでは今日の授業を終わります。よかったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。お願いするでやんす。